本ゲコサミット。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様大変長らくお待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。ただいまより第1回ですね、日本ゲコサミット開催したいと思います。ゲシノさん、始まってしまいましたね。あ、やりたかった。これ楽しみやった。おしゃべりたい。早く。早く始めましょうかね。始める前にですね、ただ日本ゲコサミットと聞いても、皆さん、何のこっちゃだと。何やねんっていう。ということもあると思いますので、まずはですね、池島さんの方から開催趣旨の方をご説明いただきたいと思います。はい、こう酔っ払いは長く喋りますけど、我々はパチッといけますんでね。まずこの回はですね、日本全国の下校にまずアンケート調査をしまして、下校の実態というものが今回明らかになりました。でそれを、お届けしながら、ゲストの皆様と、下校というのがどういう生き物で何考えて生きているのかっていうのを、これ日本初じゃないかな、ちょっとスポットを当てて発信していきたいなと。そしてで飲める人に対してマウントを取り返すというではなく、飲める人と下校がみんな一緒に平和に暮らせる、これ目的はね、世界平和がね目的のプログラムになっております。以上です。素晴らしい、世界平和、大きくです、いいと思います、いいと思います。大変素晴らしい。で今日はですね、この議論を深めるためにですね、さまざまな、たくさんのゲストですね、下校ゲストたちを、下校ゲスト、はい、招いておりますので、早速ですね、お呼びしたいと思います。池田さん、お願いします。ちょっと癖が強い下校たちをね、呼んでいきたいと思います。じゃあ、まずはじめにですね、プロ旅人の前田瑠衣さん、お願いいたします。よいしょ。どうも皆さん、こんばんは、じゃない、こんにちは、おはようございます。おはようございます。おはようございます。前田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ルイさん、じゃあちょっと、いきなりですが、30秒自己紹介してもらってもいいですか。あ、わかりました。前田と申します。お酒全く飲めないんですけれども、これまでに世界を2周して79カ国旅をしてきました。本当に全然飲めないのでですね、一番好きな国はエジプトです。エジプトはイスラムの国なので、ほとんどお酒は売ってません。お酒を飲む方も、なんか黒いビニールの中に、ちょっとエッチな本みたいに、こうお酒を入れてですね、こそこそ買うっていうのが、あの国のスタイルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ続きまして、こう言ってんですね、今回。川人さん、お願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。飲めそうなの顔だけ、川人です。よろしくお願いいたします。じゃあ30秒お願いします。はい、私は普段ですね、地域とか企業のプロモーションだったり、イベントの企画なんかをしてます。で、下戸の父と、元酒飲みの母の元に生まれてですね、結構酒は飲めないものかとこうあがいた時期もあったんですけど、8年前ぐらいに完全にもうお酒を断ちまして、今は下戸主婦として平和に暮らしています。ありがとうございます。ありがとうございます。下戸主婦いいですね。じゃあ続きまして、足立さん、よろしくお願いします。あ、皆さんこんにちは、聞こえますかね。聞こえてます。よろしくお願いします。30秒で自己紹介お願いします。はい、ひょんなことから、私も世界平和のために日々活動しとるんですけども、JC ってこのカッコで書いとんですけど、女子中学生ではなくてですね、青年会議所の略です。でも日本中に世界中にいろんな同じ JC マンっていうのが多くおるんですけど、むちゃくちゃ会議と飲む場が大好きな会なんですけども、ね、私そこで飲めずに頑張っております。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。誰も JC 思ってない。女子高校生ではない。じゃあありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ続いてのゲストいけますかね。これちょっと衝撃なんですけど、まさかのロシア人が電撃参戦でございます。じゃあニコライお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ30秒で自己紹介してください。はい。2016年は、日本に来てロシアから、実は私お酒飲めるんですけど、でもあまり飲まないです。ビールは全然飲まないですけど、お飯だけちょっと飲んでいます。それで、でも結構と思うんですね。うん。それですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いいですね。梅酒。いいですね、ロシア人の梅酒ってちょっと飲みます。いいですね。いいですね。もう性別、国籍を超えたね、ゲストたちが集まってきますね。これはすごいですよ。すごいですね。まあ、ただ、我々だけで話しとっても、こう、うちはノリになってしまうので、ちょっと一人ね、岡部さん。そうですね。はい、一人今回ですね。逆にお酒大好き枠ということでですね、一人、お招きしております。鈴木敏郎さん、よろしくお願いします。ちょっと飲んでた。ちょっと飲んでた。もう飲めない酒屋の息子がちょっと送ってくれた上機嫌という。うまいっすね。ありがとうございます。うちの酒屋で買っていただいたやつですね。そう。朝からのこの酒のね、この背徳感って見たですよ。というわけで、今日はもう完全にアウェーで、もう敵なんですけれども、まあ、世界平和っていうことなんで、僕、27歳の時に無職で、もう金も仕事も何にもなかった時に、もう居酒屋にめちゃめちゃ助けられたんですよね。その時に出会った女性と結婚しましたし、仕事だったり、いろんなことを学ばせてもらう出会いがありました。やっぱり酒ってそういういいところもあると思うので。はい、ちょっと長くなると、打ち切られるっていうシステムあの、これマジです。これマジで伝わってないので、1分で打ち切られるシステムらしいので、やれちゃったな。下校の皆さん、こう、我々は、まとめてトークができるんだっていうのを見つけていきましてですね、あと、こっちは戦う気ないのに、あんな眉間にしわ寄せた酔っ払いがスタンバイしてると思ってなかったので、ちょいちょい振っていって、ちょっと僕らもこんな思いをしてるっていうのをちょっと話していきたいなというふうに思います。じゃあ、いいですね、はい、早速いきましょうか。早速始めていきましょうか。で、まずですね、議論を始めていく前にですね、こう、データで見る下校を取り巻く環境というのをですね、最初に、まあ、5分か3分ぐらいでですね、さらっと説明させていただいて、その上で、まあ、ディスカッション、広げていきたいなというふうに思っております。こちら、スライドの方を映していただけますでしょうか。はい。まずですね、これ、なんか、バック変になってるけど大丈夫？大丈夫です。はい。はい。今ですね、この、これ、あるワイン情報サイトの、調査によるものなんですけれども、まあ、こうやって見ていただいてわかる通りですね。およそ 40.1% の人がもうほとんど飲まない、あるいは全く飲まないと回答していると。これ日本の成人人口で考えるとですね、1億人いるので、飲まない層が約4000万人もいるんですよ。これをまあ我々今回、貧下戸層として捉えてですね、この貧下戸層に対して、スライド動くかな。はい。全国下戸生態調査というのを我々独自に、今回行いました。よいしょ。飲んでる人を対象にしたアンケートということですね。はい。これ多分、ね、飲める飲めないのアンケートあったんですけど、飲めない人だけにとってさらに深掘りするというのはおそらく初めてだったんじゃないかなと。そうですね。思っております。はい。でですね、その新下戸層、まあ、今回204名ですかね、にアンケートさせていただきます。ありがとうございます。はい。皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございます。大体ですね、まあ、男女比が半々ずつぐらい、それから年代もですね、まあ、30代、40代が中心ながらも、各年代にいろいろ聞けてるかなというふうに思っております。で、さらに我々はこれをですね、こう、まあ、マッピングをしました。どのようにマッピングしたかというと、左側にまあ飲めない、まあ、10ぐらいの下校。それから右側にですね、まあ、体質的に飲めるんだけど、あえて飲まないというですね、今回我々これをニュータイプ下校と呼んでますが、そういうマッピングをしました。さらに上下にですね、お酒の場が好き、嫌いというマッピングをして、まあ、それをまあ、人口に当てはめて見てみるとですね、大きく二つのことが分かりました。一つ目、まあ、飲めない飲まないに関わらずですね、お酒の場が好きというのはですね、なんと3000万人ぐらいいるということです。全体の 75% を占めていたというアンケート結果です。それからもう一つですね、この右側の、あえて飲まないというニュータイプ下戸がですね、実は全体の 25% もいました。これ日本人口に置き換えると約1000万人もいるとい、ね、はい。そんなおんねや。なかなかの分布だなと思っていて、これちょっと新しい発見なんじゃないかというふうに思っております。はい。以上ですね、もう本当にさらさらとですけどもですね、データで見る下校を取り巻く環境というのを、ね、はい、お伝えしました。今ね、このニュータイプ下校がね、増えてきているので、さらにですね、下校の声が高められるんじゃないかなという期待を我々持っております。はい。ありがとうございます。はい、いや、もち4000万人おったら、これは一つの市場ですよ、もう。もっとね、いや、間違いないですよね。我々に目を向けるね、これはメリットがあるということを、ここで今日発信していけたらなというふうに思います。はい。じゃあ、そうですね、から行きましょうか、岡部さん。はい。で、今日はですね、その、アンケートをもとにですね、もっと、飲めない人たち、飲まない人たちをですね、掘り下げた質問をしてますので、それを叩き台にしながら、みんなでディスカッションしたいなと思っています。もう一回スライドを落としてもらっていいですかね。
すいません。まずですね、先ほどの図で言うと左側はですね、飲めない人に対する質問というのを行いました。まあ、そもそも飲めるようになりたいですかという確認をしたところですね、まあ、やっぱり半数以上の人がね、やっぱり飲めるようにはなりたいなというふうに思っているということです。やっぱ憧れは若干あるんだなというところです。やっぱそうなんですよね。はい。この数パーセント、これ一人かな、諦めたって、この、なんかエモい感じがいいですよね。いいですね。で、そんなね、お酒を飲めるようになりたい人たちがですね、じゃあ、努力をしたことがありますか、ここですよ。しましたかというところを聞いたところですね、なんと 74% の方が、とにかく飲んでみるということをやったことがあると。これはもう泣けてくる。泣けてきますよね、これ。これ、ゲストの皆さん、どうですかね、皆さん飲んだ練習したことありますか。これ、先ほど川人さん、なんか練習をって言ってましたけど、はい、どんなことを具体的に。あ、そうですね。とりあえずお酒をまず飲んでみたっていう、こう、みんながやることだと思うんですけど、それはやりました。はい、でも全然、それでも飲める感じがしなかったので、私、兄弟、兄が2人いるんですけど、遺伝子的に近い人がもし克服してたら可能性があるなと思って、兄に電話とかしました。でもそれでまあ無理だったっていう ことが分かったので、どちらかというと諦めの方向に行ったんですけど、なるほど、とりあえず酒を飲む、兄に聞くみたいなことは頑張りましたね。いいですね。この下校あるあるとして、やっぱりもうみんな涙ぐましい努力をしてるですね。こうなんかアンケートでもね、学生の時一人でカップ酒をこんなもんこんなもんと自問自答しながら飲み続けたっていう、もうね、涙が止まらないですよね、これ読んでると。そういう声が多数寄せられて、そうですよね、かつほとんどの人が無駄だったと。ポイントなんですよ。ここポイントなんですよ。そうなんですよね。こう、なんて言うんでしょう。飲んだら鍛えられる、飲んだら強くなるよって言われた人、この中でいます？もう、私は言われましたけどね。もう全員ですよね、おそらくね。あ、コーリは言われてないのかな。そうですね。これ飲めるからね。まあ、私、ニュータイプかな。ニュータイプですね。ニュータイプロシア人ってもう何やねんって言われてますね。結構あれですよ、コメントでも、飲めば飲むほど私は弱くなっていきましたっていう声が3件ぐらいと、いきなりカップ酒はやりすぎやっていう、いや、それはね、やってる本人はそうは思わないんですよ。なぜなら周りに言われてやってるから。そうなんですよね。そうなのかなと思ってね、試しちゃうんですよね。はい、行きましょう。はい、あとね、特徴的なところで言うとね、まあ、事前に今ヨーグルトを飲んだりとか、こう、胃に粘膜を振るといいよみたいな、よく分かんないこと言われて、やったこともありました。はい、なんか高知県の人から、高知は土地柄的に、アルコールが飲めないと時の問題が多分おそらく他の県より多く、いまだに練習が足らないと言われた。なんか飲めないやつは信用しないと言われたっていう悲しいこともありますね。あれは辛い。そんなことないですよ。そんなことないです。まあ、ここで、まあ、皆さんに分かっていただきたいのは、まあ、特にお酒飲める方に分かっていただきたいのは、こう、飲めたら鍛えられるっていうのは良かると思って言ってるのは分かるんですが、7割、8割が無駄だという結果が出ておりますので、はい、あまりお勧めしないようにお願いしたいなと思っております。ですね。はい、続きましてですね、逆に今度はですね、飲めるんだけど、飲まない人についてちょっと意見を聞いてみました。こちらまたスライドをお願いできますか。はい。次はですね、ニュータイプ下校ですね。ニュータイプ下校はなんで飲まないのかと。というところをですね、ちょっと掘り下げてみました。そうしたところですね、まあ、一番多かったのが被害防止、まあ、翌日しんどいとか、食べ過ぎちゃうとか、健康の35% を占めていた。あとですね、多分昨今の流れだろうなと思うんですが、まあ、状況に応じてというところで、まあ、運転するから飲めないとか、妊娠してるから飲まないとかですね、こういろんな、まあ、状況に応じて飲んで飲まなかったり、あるいはもう自宅だと私は飲まないみたいな人もいましたね。まあ、そういった、まあ、社会的な制約なんかによって、まあ、自分をコントロールするっていう人がどんどん増えてきてるんだなっていうのが第一印象でした。そうですね。なんかあとね、アンケートで一見ちょっと悲しいなと思うのが、新婚の時に泥酔して記憶をなくし帰宅し、翌朝枕元で妻が泣いていたのでって人、ね、この人はもうその戒めで2年間お酒を飲んでいないという。素晴らしい、奥様思いのね、言い方ですね。ですね。ここはコーリャに聞きたいんやけど、コーリャは飲めるのに飲まないっていうのはなんでなの？まあそうですね、大体それは書いてる、大体合ってるですね。まあ、妊娠以外。
もちろん。え、コーラは、健康のために飲まないの？うん、そしたらもう、まあ、私、大体議員は、まあ、味あまり好きじゃなくて、まあ、ビロの味あまり好きじゃない。あ、そして、もちろん、あとでは、影響もあまり好きじゃなくて、でも、日本に来てお飯を飲んで、ちょっと、まあ、味がいいと思う。なるほど。まあ、ちょっとなら、まあ、なしかし、もう飲み会ときは、ちょっと飲みます。なるほど。あ、じゃあ、お飯だけ。ちょっと日本しかないの、あれ。そうですね。まあ、ロシには全然飲まなかった。なるほど。あ、そうなんだ。そうです。ちなみにね、あの前田瑠衣さん、ちょっと喋りたいことがあって、あの、相場キュリアスと、はいはいはい、これあの、世界のパワーワードだと思うんですけど、ね、コメントでも出てましたね。はい、ちょっとコメントいただいていいですか。まあ、ニュータイプですかね、今回の区分だと。そうですね、あえて飲まないですね。はい、当たる文化だと思うんですけど、まあ、海外の人ってお酒体質的に飲める人が多いですけども、まあ、その上で健康とか、まあ、肉体的、精神的健康で、お酒を飲まないノンアルコール文化みたいなのが、やっぱ欧米中心みたいですけどね、あるっていう話が、はい、よく聞くんで、僕は早く日本の欧米化を促進していきたいと思ってます。いいですね。ちょっと流行らせていきたいですね。そうですね。なんか、ソーバーが、シラフで、キュリアスが、まあ、好奇心旺盛なのか、積極的なとか、いいですね。こういう言葉があると、僕らもこう、あ、ちょっと相場キュリアスなんでみたいな。確かにね。知らないですかみたいな感じで。そもそもね、下戸って言葉がちょっとね、なんか、そうなんですよ。下に見下ってる感じがする。下って感じ、誰やねんっていう。相場キュリアスいいですね。我々もそう名乗っていきたいですね。流行らしていきましょう。下戸サミット言っちゃってますけどね。ですね、はい。というのが、今、分かっているニュータイプ下戸の、理由でした。はい、続いてですね、さらに、個別のですね、意見についても、拾い上げていきたいと思います。まあ、ここ一番ね、いろいろ言いたいことがあると思いますが、下戸あるある、下戸の主張をですね、はい、聞きました。なんと170名のですね、下戸の声が集まってきて、もうどうにも収集がつかなかったというところなんですが、はい。まあ、この、本当に少しピックアップしてですね、まあ、大きくパワハラ系、ね、はい、まあ、人生損してるよね、みたいなこと言われたりします。それとかですね、まあ、空気が悪いと思われちゃうっていう心配であるとか、狙いがある、損する系ですね、まあ、こういったところが多く見られたかなというふうに思っております。やっぱり何よりも声を大にしていたいのが、我々は不幸ではないという、あと人生半分損してないということをまず大にして言いたいですね。あれ、なんでね、言われたことある人います？人生損してるって。もうね、全員でしょ。いや、何をもって半分なのかもようわからんし、逆に言うと、あなたの人生半分お酒なんですねって、ちょっと見下しも入ってくるっていうね。ちょっと思っちゃいますよ、これ。むしろあれですよね、全部覚えてるから人より多分人生長いですよね。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。人生80年のうちで、ね、酔っ払いでひどい人はね、1年分ぐらいはね、失ってるはずなんですよ。面白い。下戸の方が人生長いと面白いですね。面白いですね。あ、いいですね。あ、ちなみにちょっとゲストにもお伺いしたいんですけど、まあ、女性枠っていうところ、女性あるあるでもいいし、何か川人さん、ご自身の体験でもいいのでありますか？でも、なんか女性だからこそ助かったこともあって、なんかこう、大学生ぐらいの時とか、飲め飲めみたいなこと言われるじゃないですか、社会人でも。なんかこう成り立ての時って、でもなんか飲めないんですよって言ったら、なんか女性ならまだなんかそこまで飲まされることはなかったって言って、男性の方がこう飲めっていう、こう飲まなきゃいけないっていうプレッシャーは強かったんじゃないかなと思いますね。なるほど、なるほど、なるほど。なんかアンケートでも、飲めるような顔面での飲めないっていうギャップは男性受けするっていうのはありましたけど、その辺どうなの？なんでしょうね、あんまりそれがいい方向に働いたことは経験としてはないですね。なるほど。なるほど。こう飲める思って、なんかこう、楽しいお酒飲もうぜみたいな感じだったりとか、あと、はい、日本酒とか お好きなんでしょみたいな感じで、お店とか選ばれちゃって、で行ってがっかりされるみたいなことがあったんで、気まずいっていうのは割とありましたね。なるほど。あと、アリさん、女性の意見でアンケート面白かったのかな。ファンデーションを厚塗りして、酒が弱いことを隠していくが、腕や首でバレるっていうのがありましたね。あるくなるパターンですよね。あるあるですね。足立さん、なんかどうですか？そうですね。僕はなんかそのお酒の場で強要されても、なんか、
無理なんですで結構買わせてきたんで、あんまりなんかこう大変やったことないんですけど、なんか食べ物をめっちゃ回してくれるんですよ、気を使って。あむちゃくちゃ太るっていう。なんかみんな後半飲むだけになるんで、食べない食べないってこうどんどん来るんですけど、なるほど、飲んどる人の5倍ぐらい食べて帰るんで。確かに。飲んでないから食べれるやろうって言って、あの無尽蔵に唐揚げが送られてくるってありますよね。ありますね。あの、2軒目とかね、我々、飲まないから、ウーロン茶だけのもなんやし、なんか食べようかなみたいなんで、どんどん太ってみたいな話はありますよね。あの、1軒目でこっちはお腹いっぱいになってんのに、なんか2軒目の人に気ぃつこうって、うどんとか頼むのやめてほしい。ねえ、前田さんなんかどうですか？僕は2軒目って結構きついじゃないですか。何がきついって、僕ら以外全員、なんかもう、多分何でも、どの店でもいいと思うんですけど、なんで僕はもう2軒目は行かないっていうスタイルに常にしてます、ね。なるほど。で、行ったり行かなかったりすると、ちょっと失礼な時あるじゃないですか。はいはいはい。なんですけど、行かないってやってるんで、あ、なるほど。徹底してると、誘われもしないんですけど、でも誘っては欲しいですよね。それはね、ちょっとあるんですよね。誘って断りたいです。あ、なるほど。ちょっとこの辺の話踏まえて、酔っ払いの意見もちょっと1分だけ聞いてみましょうか。あ、飲んでるかな、まだ。お願いできますか。あ、飲んでますね。飲んでた。誘うのに酒ってめっちゃええツールやと思うんですよ。知り合いの人とかでもちょっと仲良くなったら飲みに行きましょうみたいなツールにすごいいいんですけど、はい、飲めない人って、それ誘ってええんかどうかわからへんみたいなのが、誘ったらご迷惑なんかもしれへんし、今、前田さんのお聞きして、あ、断るの、られるの前提で誘った方が素敵なんかなとかっていうのを、なんかその辺の距離感がわからへん言うのはありますね。なるほど。飲める人たちは、2軒目は なんで行くんですか？3軒目とかも余計わけわかんないですけど。あのね、それは飲める人によって違いますよ。みんな勘違いしてるのは、はい、酒飲むがみんな同じ山の頂上を目指してると思ってるでしょ。なんで山はあるだけ、酒はあるだけで、頂上を目指すアルピニストなんかそんなたくさんいいんから。アルピニスト面白いね。研究図にしたいやつもいれば、こう トレッキングしたいやつも、キャンプしたいやつ、いろいろいる中で、なんか、はい、その中の悪いやつが、なんか、酒の量を競ったりとか、飲めるにマウントしたりとかって、そういうやつが何パーセントかいて、はい、そういうのは酒飲み上司でもうざいですよ、やっぱり。そうなんですね。そこでも。飲み比べましょうとか、あれ最悪ですよ。なるほど。ちょっとじゃあ酒飲みにも分類があるんですね。ある、絶対ある。なるほど、確かに。量多い方が偉いと思ってるやついるから。なるほど。じゃあ、敏郎さん、またちょいちょい酒飲みの意見も欲しいとき、こうやって振りますね。うん、このシステムえぐいな。マジか。よし、次行きましょうか。そうですね、次のテーマ行きましょうか。はい、ちょっとスライドお願いできますか。すいません。あ、もう一個ありましたね。あ、そうか、もう一個結構あるあるありましたね。あとは良かった系で、まあ、時間をお金を有意義に使えるとかいう話があったりですね。男女のあれこれ編ですね。こう酔った勢いが使えないっていうのは、多分若い男はみんなちょっとこう苦労してんちゃうかなっていうような話もあると思います。はい、ゲットの男は酒なしで女性を落とす腕を磨かないといけないっていうアンケートもありましたもん。うん、ああ、そうですね。はい。特に1軒目、ご飯行った後、2軒目って我々ないんで、コーヒーとケーキの店とか行っちゃうんですよね。そうそうそう。夜遅い時間までやってるカフェとかめっちゃ詳しくなりますから。そうそう、そういう感じですよね。これ逆に女性の方から、寄ったふりをでき、寄ったふりして男を落とすためなら、そんなこともやるっていうことを書いてる人いましたね。なるほど。はい、知らずですもんね。恐ろしいですね。はい、その辺、川井戸さんどうですか？そういう手を使ったことはありますか？いや、さすがにそういう手は使ったことないですね。なるほど。そっか、そこはやっぱ一部の人なのかもしれないですね。ちょっとこのあたり、はい、次のトークテーマとも被ってきますね。うん、そうですね。次の、まあ、このまま次のテーマいきましょうかね。いきましょうか。それから海外の話、ちょっと触れます？あ、そうだ。ルイさん？はいはい。やっぱイスラムは快適ですかね？イスラムいいですよ。全員やっぱ移住した方がいいと思います。その4000万人ですかね。日本にいる4000万人。でも4000万人ってポーランドと同じぐらいの人口なんで。そうですよね。結構な人数いるんで、僕らで一つ政府を作るぐらいはできるはずなんですよ。マジか。
すごいな。イスラムはやっぱりお酒買えないし高いっていうダブルパンチなんで、なるほど、もほとんどやっぱイスラム圏行くとあのお酒飲む機会は減りますね。なるほど。飲みたい人も飲めない。なんか僕も旅してた時、うん、あの相方がめっちゃ酒飲みやったんですけど、うんうん、あのトルコで毎晩叫んでましたわ。売ってないからもうあーって言って毎晩言ってました。いいですね。逆にでもすごいきつい国ってどっかあるんですか？そのお酒進めてくるのが。やっぱ韓国じゃないですか？ああ。韓国だとアンケートもありました。中国もすごいですよね。中華系がすごいってありましたね、蒙古系。同じ人種のはずなのに。ニコライ、あのロシアはお酒飲めなく、飲めないとあのなんかコミュニケーションできないとかあるの？うん、そうですね。それはどこでもありますね。俺のウォッカが飲めないのかみたいなのあるの？まあ私見て、まあロシアにもあの飲まない人がありますね。まあ 33% ぐらい最近の。結構おるやん、ね。まあ、そうですね。でも皆さんは飲めないとあまりコミュニケーションできないしですね。うん、ああ、なるほど。やっぱそこ止まってるんですね。それで、まあ、なんとか、あ注目すべき、あなんとか、あ皆さんは一人きり飲んでます、大体。まあ、それは、ストレスのせいで、ストレスのせいで、悲しみのせいで飲んでいます。あまあ、日本では大体バーに行って遊びのために飲んでるんですね。なるほど。大体一緒だよな、それは。でもやっぱ、世界各国どこでもやっぱお酒ってこう、いいコミュニケーションツールなんだなっていうのはすごい、うん、わかるの。これじゃ使えない我々、ちょっと代わりのものが欲しかったりしますよね。うん。当時の代わりのもの。なんかね、ちょっとその辺もまたね、この後議論していきたいなと思っております。なるほど。はい。でですね、さらに、次はですね、飲み会での行動テクニックというところでですね、はい、まあ、これは多分若い子なんかは特に、気になるんじゃないかと思うんですが、もう我々の年になるとね、飲めないからって言って終わるかもしれないですけど、若い時はね、ちょっと困るんですよね。これをまあどう回避するのかというところ。はい、大きく3つありましたね。乗りや勢いで乗り切るというパターン。はいはい、テンション上げて乗り切る。私なんかこうでしたね。こちらはい。なんとかして回避する。まあ、幹事役を名乗り出るとか、車で出てきたって、まあ、それっぽい理由をちゃんと作るというやり方。はい。それからですね、ちょっと変わった、うまくやろうという意味ではね、飲まずに飲ませるみたいな技術を身につけたり、こう高いお酒なら飲みますみたいなことを言って、こう逆にデートにこう誘い込むという女性も、あり地獄みたいな女性がいましたね。なるほど、恐ろしい下戸ですね、はい、これは。これはね、なかなかさっき、ね、足立さんなんかね、JC なんかだと、もう飲んべえがばっこする世界だと思うんですけど、足立さん、どうですか、その辺。どうですか、この辺は。そうですね、まあ、まず飲んだらもう終わりですよね、一口でも。そうですよね。一口でも飲んだらもう始まるんで、いろいろと。え、アルさんは飲まされそうになったことはあるんですか、そら。AC で1回だけあるんですけど、もうそれで一次会で送り届けられるということがありましたんで。飲んでますやん。グラス一杯ちょっとで送り届けられたんですけど。あ、それ以来飲まされないってことですか？そう、それもあると思うんですけど。あいつはアカンで作りました。はい、でも確かになんか一回このアカンところを見せるみたいなこともありましたね、そういえば。なるほど。経営者団体とかお酒なしに済まされない印象ってあるけど、意外と皆さん、もう一回あかんかったらもう許してくれる感じですか？そうですね。あ、でも僕、二次会、三次会はひたすらに全部ついていきますよ。ああ、なるほど。ちゃんと誘ってもらえるんで。ああ、なるほど。やっぱでも誘ってほしいですよね。そうですね。ね、もう誘われる、なんだったらちょっと寂しいです。なるほど。川人さん、多分飲めるルックスだと思うんですけど、その辺はどうやって交わしてますか？私結構テンションカメレオンみたいなところがあって。テンションカメレオン。カメレオン。新しい。割と合わせて上げ下げが可能なんですよね。岡部さんとかもそうだっておっしゃってましたけど。なるほど。だからもうわーって飲み、なんか盛り上がってる時にはもう誰よりもイエーイみたいな感じで、もう一番飲んでますよみたいな風をこう醸し出して、
いや、スルーするみたいな。やばいな、スキル、それやばいですね。テンションカメレオン、キーワードですよ。もう義務教育キーワードですね。ちょっといい言葉で、テンションカメレオン。それこそね、パワーワードで言うと、ちょっとアンケートでね、これ最高やなと思ったのが、あの運動部時代、学生時代、先輩から飲んでないやんって言われたら、いただきますって言って、レモンを丸かじりするっていう一発ギャグを持ってるやつがあって、それをやると大体大爆笑が巻き起こって許されるっていう。体育会やな。これは相当上級者ですね。いいですね。ルイさんはもう飲まないっていうので貫いてる、オープンにしてる感じですか？そうですね。僕よく言ってるのが、さっきの二次会の話なんですけど、二次会行くってことは一次会頑張ってないってことじゃないですか。はい。はい、二次会行くなら一次会で倍頑張ればよくないですか。みんなで。頑張る総量が、このやつ。そう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 、が分割してるところを凝縮すると、そう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 、二次会に行く力を残さずに一次会みんな頑張れば二次会いらないはずなんですよ。すごい面白い。確かにそうですわ。だ、怠慢ですね、二次会三次会は。確かに。マラソン、マラソンさっきからあのね、人生が長いとかこう割と独特の見方やっぱしますね。いいですね。800メートル走、そう、もう3本走る予定のやつの1本目と、うん、1本使い切るやつの1本めっちゃ合いますもんね、うん、いつも僕ら決勝やと思って走ってるんで、ね、そう、決勝はやっぱりもうぶっつけ本番ですもんね、うん、それでもだって女性と行く時とかそうですからね、うんうん、もう酔った勢いっていうワイルドカード僕ら切れないんで、うん、ああそうですね、そう、一次会で楽しいと思ってもらえないともう 0% なんでね。ああ、わかりますわかります。だから逆にデートプランとかすごい練りません？いや練りますね。僕すごいそういうタイプですね。あ、いなくした。お父さんが出てきた。なんでこっち来たん？いや、多分ね、あの、それは素晴らしいことやと思うんですけど、あの、僕らにとってはもうあり方なんで、はい、二次会がなんであるんかって言ったら、ずっと一緒にいたいかだけの話じゃないですか。一緒にいたいから、いいことだ。二次会するだけで、朝まで一緒にいたいっていう。何やりたい？寂しい。寂しいね、それだけやねん。ものすごいドヤって決めてくれましたけど、寂しいですね、あれ。寂しいね。なるほどね。みんな家帰ってもしょうもないやつらばっかりやねん、酒飲んでるやつなんか。怒られる。酒飲んでる人怒られる。いいですね。ちょうどね。可愛がったれ、酒飲んでるやつは。いいですね。ちょうどね、この後、飲める人についてのね、ちょっとディスカッションを深めていきたかったので、ちょっと、戻ってきた。スライドの方に行ってもらってもいいですか？はい、これまではね、どっちかというとこう飲めない側の意見をわーっと言ってたんですけども、はいはいはい、今度はですね、飲める側の方を理解していくというところも我々大事なのかな、ね、大事です。我々も歩み寄らないといけないので、はい、で、まあ、少なくとも我々から見えている飲める人のここが変だよというところをちょっと集めてみました。で、はい、これをもとにちょっと飲める人の意見も聞きながらですね、こう飲める人のことも我々も理解していくということが大事かなと思ってます、はい、で、まあ、大きく出てきたのはですね、この、左上ですね、吐いたり自分を見失うところまで飲む、まあ、限界まで行くのは一体なんでっていうのが大きくありますね。はい、それから左下ですね、まあ、ただただ飲む量食べる量がすごいと、あとただただ あの水分どこ行ってるんですかね、マジで。マジで疑問なんですけど、あれほんまですよね、すごい量を飲みますもんね皆さん。そうそう、あとね、こうだらだら長い同じ話を何回もする、あともう一杯と嘘をつく。そうですね、あれほんまね、あれほんまや、もうみんな嘘つきですからあれ。あともう一杯何なんでしょうね、あれ。何なんすかね。もうなんかちゃんと最初から2杯って言えばいいのに。何や、そんなん2杯なんか言えへんやんか。それやったら離婚歴のある人って日本に 35% ぐらいあるんですけど、はい、そういう人に初めての結婚の時に、はい、永遠の愛を誓いますかって、なんでそんな嘘ついたんって、なんでそんなん言う。妙に説得力持たせるのやめてもらっていいですか。その時は本気やんか。その時はもう目の前に全力やんか。の全力がない限りその次あらへんやんか。なるほど。あ、じゃあ言ってる時は本気なんですね。本気やん。いや、そのいっぱいがないとその次のいっぱいはないから、とりあえずその目の前に行こうよっていう。これどこみたいな話ですかこれ。愛の話であって。愛の話なの。え、敏郎さん、ちょっとこの続きで一個聞きたいんですけど。何？これね、下校全員の意見なんですけど、うん、あの、なんで毎回記憶飛ばすんですか？なんで懲りないんですか？わかるでしょ？もう2回目以降。そんなん言うたら、
そんなん言うたら高校球児が毎年何人肩壊してると思ってるんですよ。そんなん投げてるんちゃうやんか。高校球児はもう9回の裏ノーアウト満塁でそこで投げるか肩壊すかって言われた時に、この肩が壊れてもいいからもうこの回だけ投げさせてくれって言うでしょ。はいはい。それちゃう。え、夢を追ってるんですか。夢や、夢の話してるんですよ僕は。すごいな、すごいこと出てきたな。さっきから愛だ夢や、なんかあの 謎のパワーワードが乱立してますねこれ。これあの足立さん多分、はい、飲み会の回数が多いのでいろんな飲んでる人を見てると思うんですけど、はい、なんかすごい人いました今まで。そうですね、まあ、僕はあの JC 関係の飲み会で、まあ、それこそ2次会、3次会ってついていくんですけど、なんか暴れ出してですよね、1人、2人は。そうですね。なんかあの、スーツの会議の後に大体飲み会が設定されるんですけど、なんかスーツ破られる人とか、お残しはあかん言うて、カバンの中にチャーハン入れられた人とか、あかん。あとなんかあの、大皿、さっきまで刺身が乗ってた大皿が開いて、下げると思いきや、それが酒飲みのお皿に変わるっていう。あの、武将とかがやるやつですね、こう。そうそうそう、こんなやつで。恐ろしい。いや、それで言うと、あの、ほんまにネクタイ巻くやつおるでしょ、たまに。とかね。ギャグやと思ってたら、ほんまにおるでしょ。います、います。現代にいます。現代にいますよね。現代いますね。あの人だけなんか昭和90何年をまだ生きてますよね。ね、川人さん、あ、川人さんも結構旅とかやってはったと思うんですけど、あ、してます。いろんな酔っ払いを見てきたと思うんですけど、なんかいました、どっか。カンボジアで一緒に楽しんでたメキシコ人がいたんですけど、はい、あの私に。こう飲み始める前に、俺は絶対に記憶をなくすから、クレジットカードを持っといてくれって言ったんですね。まだ会って1日か2日ぐらいの旅人だったんですけど、まあまあ日本人信頼されてんねやと思って、ではクレジットカードを預かったんですね。で、財布丸ごと預かって、で、酔っ払ってる時に、最後こう会計をするってなった時に、店中まで行かなかったかもしれないんですけど、結構な人のあのお酒の感情をですね、その人が一回クレジットカード返してくれって言って切ったんですよね。多分結構何万とかぐらいいったと思うんですけど、でそれを多分また忘れていて、でドロドロなって明け方帰ってきて、で次の日なんかもう朝泣きそうになってるんですよね。でどうしたのエディみたいな話をしたら、俺のクレジットカードがないって言ってて、こいつはマジかみたいな。しかもその時飲んでるのがビールやったんですね、朝一で。コリキンやと思いましたね。コリキンや。全然これ出ないし、やばいなっていう。でちゃんと返してみましたけどね、昨日の話をして。やっぱちょっとワールドクラスですね。ルイさんどうですか、その辺。なんか韓国人の飲み会って皆さん参加したことあるかわからないんですけど、うん、日本の飲み会と近くて若者たち、うん、山手線ゲームみたいなのするんですよ。で負けるじゃないですか、うんはい、で僕らってゲームめっちゃ強いですよね、飲みたくないから。そもそもねめっちゃ強いんですけど、で誰か負けます。そうするとそいつをきっかけに全員で乾杯して一気するんですよ。ただただ飲むきっかけを作りたいゲームっていうのが存在していて。なんやねんそれ。なんやねん。あれはだから通用しないですよね、日本の常識は。地獄ですね。まあゲームがただただ長くて、ロシアにもそのゲームがありますね。ロシアにもある。ロシアにもあるんだ。はい、あのきっかけゲームいらないですよね。いらないいらない、もう乾杯でええやんっていう、うん、ちょっとこうリズムを作りたいみたいな意味らしいですよ。それも飲んでる飲まれへんが分かる人と知らんがなの一言ですからね。いやでも確かに、なんかあのゲームやろうぜって雰囲気になった時、全員がなんかノリノリになってて、一人だけなんか混じれない時のあの辛さね、うん、ありますね。勝ち抜かないといけないっていう。あのね、もう2次会3次会で酔っ払いがゲーム始めようぜって言い出したら、我々グラスをそっとテーブルの真ん中に寄せてますから。あれなんかドンチャーンってなってないの我々のおかげですからね。ちょっとそこに関してはすごい感謝してほしいですよね。面白いな。やってます。あとあのちょっと1個だけどうしても紹介したかったのが、あのここが変だよ飲める人のこのアンケートの項目で、あの戦闘力がたったの5だってっていうコメントがあって、これは何やろ。言われたんかな、あの飲めない
人に対してお前の戦闘力がないってことですかね。ドラゴンボールのあの脳みに言うやつですね、あれこれ。いいですね。あとあの記憶ないのになぜ家に帰れるの、帰巣本能なの、鳥なの、猫なのっていうコメントもありましたね。あれ謎ですよね、我々も。確かにですね、まだまだ謎が多いところはありますね、飲める人の。いや、ちょっといいですね。なんかちょっと飲める人も、こう、愛らしく思えてきましたね、こう喋ってると。そうですよね。今日さっきね、でも、鈴木さんが一つ言ってくださった、つどつど本気やねんっていうのは非常にいい、意見だなと思っていて、我々もそうか、この人たちは本気なんだと受け取らないといけないですね。なるほど。はい。今日、知らんけど。じゃあ次行きます。次行きましょうか、じゃあね。はい、ですね。次はですね、少しちょっとサラサラといきますが、じゃあ今度はですね、飲み物あれこれというところで少しいくつか質問をしております。まず、まあ、お店を選ぶポイントってのはどういうところがありますかという質問をしたところですね。まあ、やはり、まあ、大きな割合を占めるのは料理ですと、59% でしたが、まあ、飲み物というのが2番目に来てましたね。でさらに、まあ、お店の雰囲気であるとか、立地、あるいは禁煙であるかとかですね、そういった、お店のことに関する、条件もあったので、まあ、料理、飲み物、お店、まあ、このあたりがですね、選ぶポイントになってくるというところがあります。で飲み物についてはやっぱりね、はい、ソフトドリンク、ウーロン茶と、なんかね、2種類、3種類しかないっていうケースがやっぱあるので、それに対する声が多かったですね。なるほど。なんかね、このアンケートで1個めっちゃ面白かったのが1件だけ、あの閉店時間をが22時半のお店を選び、二次会がギリギリ生まれなさそうなお店を探すっていう相当テクニシャンがいましたね。これはね、非常に参考になる今後のために。確かに、確かにそういうのあるかもしれないね。22時半っていうのが絶妙ですよね。面白いですね。いいですね。あ、窓待ちしますね、出るとき。それ、ルイさん、これ、ニューヨーク、僕も留学行ってたんですけど、ニューヨークあるあるなんですけど、終電が存在しないって恐怖ですよね。あれは最悪ですね。あれは恐ろしい。ニューヨーク24時間地下鉄が走ってるんで、そうなんですよ。帰ろうと思うと帰れるんですよ。そうなんですよ。あれは良くない。あれはね、良くないと思います、うん。ワークライフバランスっていうのが何層もの意味で良くないと思います。うんよかった、どうしても言いたかったんです、これ。どうしようですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっと戻って。軽く触れていきます。ですね、次は。じゃあ、そのね、飲み物って選んだ方もですね、ソフトドリンクにじゃあ満足していますかっていうと、なんと、まあ、57% の方が満足してない。まあ、そりゃそうだなと私も思います。うん、ですね。で、じゃあ、ノンアルコールビールとか、ノンアルコールカクテル飲むんですかっていうところです。これ私意外だったんですけども、半分以上の方が飲むって言ってるんですよね。そうなんですよね。これ、ちょっと意外ですね。これね、私と岡部さんでアンケート項目作ってるとき、まあ、意味わからんからゼロよねって思ってたんですけど、半分以上の人が飲むっていうのは、これは飲めるのに飲まないというニュータイプの出現が大きく影響してるんですかね、これは。でもね、さっきの割合で言うとね、ニュータイプって全体の 25% ぐらいだったんで、なるほど。飲めないけども、ノンアルコールビールを飲むっていう人がいるってことなんですよね。なるほど。これはでもあれですね、なんか飲料メーカーの人とか結構重要なデータですよ、これは。ねえ、飲まないけど、飲めない、体質的に飲めないけど、このノンアルコールのやつ飲むってどういう心情なのか私も知りたいですからね、これ。いいですね。ねえ。はい。で、さらにね、じゃあ、銘柄というか、どういうものを飲みますかっていうアンケートを聞いたところ、はい、これもね、ほぼほぼ3強4強の世界で、ね、まあ、ウーロン茶やっぱダントツですよね。はい。それからジンジャーエール。はい。もうこの2つでね、もうなんかとんでもない票数を数えておかず、はい、あとはコーラ、炭酸水、オレンジジュースですね。はい。で結構上位にノンアルコールあるんですよね。あとは、ちょっと、この下校だるいなと思ったのが、何を飲みますかで、煮え湯っていう。いや そんなん求めてないねんっていう。誰がうまいこと言えっていうのと、あと、煮え湯はお前飲まされとるやろって。飲んでへんやろっていう。もうちょっと僕どうしてもこれだけ言いたかったんで、満足です。ツッコミ待ちのコメントですよね、これはね、完全に。いや、ほんま、なんかの、シラフやからって掘り込んできよったと思って、腹立つわと思って。ね。面白いですね。まあ、でもこの辺の情報はですね、多分飲料メーカーさんの方に、ね、ぜひね、お伝えしてね、もうちょっとバラエティーを増やしてほしいなって思いはやっぱありますよね。そうですね。はい。
じゃあですね、ここから、さらに、まあ、今まではね、下校、まあ、あるあるみたいなところでこう話してきましたけども、これはちょっと未来のことを、はい、語っていきたい。ここからですよ。世界平和の実現のためには、ここからが大事なんですよ。そうですよ。はい。まあ、こんな居酒屋、バーだったら行くっていうご意見ですね、まあ、アンケートでもいただきました。そうするとですね、やっぱ大きく2つ3つの分類になるんですけど、まずは食べ物、飲み物、工夫が欲しいなというので、まあソフトドリンクの種類であったりとか、マリアージュであったりとかですね、まあソフトドリンクなんだけど、バーみたいな雰囲気を味わいたいっていうニーズあるんですよね。私、その派なんですけど、こういったところの飲み物、食べ物の工夫っていうのが欲しいなっていうのがありました。それから違う観点で言うと、まあサービスの工夫っていうので、飲み放題半額、運転手割引、キキコーラとかね、これいいなっていうの。キキコーラいいな、やりたいな思いましたけどね。絶対ペプシとコーラは分かるっていうね。ダイエットも4分割ぐらいは絶対できるっていう。そうそう、もうね、なっちゃんも分かりやすいですしね。なっちゃんオレンジジュース、キキオレンジできますね。ねえ、なっちゃん薄いからね。トロピカの最高っていうね。ねえ、あとはね、ごく少量の酒をね、ちっちゃくこう飲むっていうのいいなっていう感じがありましたね。いいですね。この辺ゲストの皆さんどうですかね。あの川人さんどうですか。まあご飯おいしいのが一番ねいいかなと思うのと、あとなんかいろいろ工夫をしてもらったとしても店主がなんか下戸ではない限り絶対的に気遅れしてしまうってところがちょっとあって、うんうん、なんかお金にならへん客来てしまったみたいな感じがあるので。無駄にそんなに飲めもしないのにコーラを何回も頼んだりとか。わかります、わかります。もうせめて3000円、5000円はちょっとポートカントみたいな感じの気を使ってしまうんで。わかります。スターがいるとか、こう店主がいるみたいなところだと、こう気兼ねなく楽しめるかなとは思いますね。いや、そうしたらあれですよね、ドヤ顔でマリアージュ、ソフトドリンクでもやってほしいですよね。ああ、いいですね。うん、もう、そう。お酒の人と同じ値段でもいいので。いいですね。ま、足立さんどうですかね。ごめんなさい。そうです。まあ、デザートは充実してほしいですかね。足立さんデザート好きそう。食べとるよりはちょっと一回デザートをそっと挟んで、でまあ、まだ飲んどってる人はワイワイしとってんで、まあ、甘いもの食べながら。デザートが1種類とか2種類しかなかったら、ちょっとテンションがあるわ。ほんまに。わかるわ。居酒屋でデザートとコーヒー飲みたくなりますもんね。あのコーヒー美味しいですよね。ルイさんどうですか。最高ですね。はいはい。ルイさんどうですか。どんなとこ行きます。やっぱこうまだ実現してないですけど、こう禁煙分煙っていうのが進んだじゃないですか近年。やっぱこれですよね。禁酒分酒みたいなので、1階はカウンターはもう諦めてるんで我々はいいですけど、2階の座敷は。あの文集にしていただいて、なるほど、の飲めない人だけはもうお2階へ行っていただいたら周りの人全員飲めないの分かってるんで、なるほど、そんなにね、なんか変な感じにならないかなって思いますね。平和ですね。うん、なるほどね、そういう方法もあるのか。いいなあ。あとなんかアンケートで面白かったのが、下戸にとってのハッピーアワーとはっていう、これアイディアじゃなくて問いかけがありましたね。そう、あれずるいよね、ずるいよね、ハッピーアワー。何なんですか、ハッピーアワーって何すか、ね、こうビールと何か おつまみ3種で、なんか、うんうんうん、あれずるいよね。あれずるいっす。いや、我々にとってのハッピーアワーを考えればいいんですよ。まあ、ケーキセットとかですかね。ケーキセットとかそういうことなんですか。分かんないですけど。え、コーラは梅酒をずっと飲んでるの、居酒屋では。まあずっとじゃなくて、もうまあなんか、1年前は私友達とまあ居酒屋を探して、うん、まあ飲みに行きたいですけど、うん、まあどこでもまあ私たちの同じ年齢が人がなかったので、まあいいけど、まあおじいさんばかりなので、まあそれでいろいろ居酒屋探しても、あ、なんかコンビニに海酒買って、うちで。宅飲みね。そうですね。いや、宅飲みはいいですよね。うん、そうです。そうですね。まあ、年齢が、まあ、同じみんなが あったら、まあ、楽しい、もっと楽しいと思って、まあ、そういうことです。なるほど。確かに。あと、アンケートで、タッチパネルを個別にスマートフォンからできたら、
あの何頼んだかバレへんから、おい、なんでソフトドリンクやねんっていじられて、これはね、これはもう実験として神戸としてはやるしかないでしょう、そりゃ。それいわゆるストロー問題に関わるところですよね。そうなんですよ。結局そこにつながってくるんですよ。そうですよね。ストロー問題あるね。はい。あ、ちょっと多分分からない方おられると思うので、ストロー問題とは何か説明してもらっていいですかね。あ、まあ、あの、誤飲をおそらく防ぐためっていうお題目なんですけど、うん、ソフトドリンクには、まあ、赤いストローが刺さってるっていうのが、まあ、日本のスタンダードになってるんで、はいはい、どんなにうまく頼んでもストローを刺さってるものを飲んでしまうとソフトドリンクやんけってバレてしまうというあります有意識問題ですね。はい、であの乾杯の時邪魔ですもんね、ストロー。そうですね。あれをどうクリアするかは結構難しいところですね。大事ですね。うん、僕あの留学中にイベントがあったんでバーに行って、でニューヨークのバーあの入る時にパスポート見せないといけないんですよ。はいはいはい、うん、でバーでコークって頼んだら、うん、あのめっちゃ大きい声で店員に君のパスポートは何のためにあるんだいこっいって言われて、いやもう心の中ではいや入店するためやとしか思わないんだ何を言うてんねんで入るためやっていう、なんかあんな大きい声で言わんっていう世界は辛い、ね、面白い。足立さんとかはこっそり頼んでるんですか、ソフトドリンク。いやもう全然もう飲めないっていうのができてるので、あ、なるほど。確かにオーチャコーラをもうローテーションでいきます。はい、なるほど。あとあれですね、あの、意見として多かったのが、やっぱり飲み放題の値段問題、これも永遠のテーマですよね。でも圧倒的に多かった飲み会負けという言葉。はい、割り勘負けね。割り勘負け、ごめんなさい。これ、川人さん、別になんか、リストバンドとかでも全然いいっすよね。そうですね。もうこれはちょっと有意識話かなと思います。負けて何かと。なんとかしたいですね。いやこれ、なんとかしたいですね。区別してくれたりね、下校割は確かに欲しいところですね。あの、もう、あ、それで言うと、ルイさんって、はいはい、飲み会テクニックかもしれないんですけど、うん、もう、思いっきり表明してるからこそ生き延びれてるって感じですか？そうですね。でもなんか、僕、仕事渋谷ですることが多いんですけど、はい、仕事めちゃくちゃすると、忙しいんで、ランチ多くなりません？その時期って。多くなる。仕事してる人たちの飲み会ってなんかあんまり存在し、めっちゃしてると存在しないような気がします。なるほど。みんな早く済ませたいみたいな。なるほど。確かに割り勘負けは許せるけど、うん、飲み会で2軒目3軒目付き合わされた時間の無駄は耐えられないっていう意見はありましたね。お金はみんなと過ごす時間に払うと、あ、じゃあみんなと過ごすここで関係性を築けるということに対してお金を払うという意見は結構多かったですよね。なるほど。これでも私、2軒目3軒目割と好きな方なんですよ、どっちかというと。先ほどの例で言うと、飲み会月では75% ね、3000万人の方に入ってるのかなと思うんですけど、ね、誘われるのはね、どっちも、行かずとも誘われたいって話さっきもあったので、ぜひね、飲んべの皆さんにはこう、ね、気にせず誘ってはもらいたいなっていう気持ちありますよね。そうですね。はい。で、我々の私みたいに行きたがるやつもいますんでね。これちょっと、飲める側の意見も聞いてみましょうか。あ、そうですね。敏郎さん。あ、なんで割り勘なんかちょっと割り勘はでもちゃんと出した方がいいとは僕は思う方やから、割とこう多めに出そうねみたいな話はしますけど、みんながそうじゃないからね。で、結局酒代とかソフトドリンク代とかそのものに対して払ってるんじゃなくて、そのバーに対して払ってるんで、それはもうしゃあないかなというところはぶっちゃけありますよね。まあ、痛くない人を無理やり連れてきてることが問題なのかな。なるほど。では時間に関しては酒飲みでもめちゃくちゃコストの高い道楽やとは思ってます。あ、なるほど。そういう認識はあるんですね。だからもう例えば僕楽器をするけれども、一杯でも飲んだらもう指動かへんから、その日は練習もできへんし、
あの仕事もまあまあそこそこしかできへんし、で翌朝が最悪残ったら体調も悪いしとかってなるんで、まあコストはめちゃめちゃ高いです。どっちかというと金よりも時間。なるほど。それなりのあれですね。あのやっぱ十字架は背負ってるんですね。ね、正直これ飲まへんかったらどんだけほど金貯まってるかなって思うけど、じゃあその代わりで車買うのとこう人と会う機会を買うって考えるのやったら、僕は人と会う機会に金払う方が素敵やなとは思ってます。なるほど。ああ、これでも年野さんの話聞いて思ったのが、飲める側も何らかのお金の調整をしたいと思ってくれてはるという前提に立つと、やっぱりこう社会の制度とかお店のシステムが追いついてないですよね。まあ、難しいですよね。何倍でとかって、まあそうやな、そうやな、あの本音言うたら、そこでスマートに払える仕組みがあれば、僕は何や言うたら、払った方が気持ちがいい方。なるほど、うん、なるほど、ありがとうございます。そう、実際に鈴木さんと飲みに行くとね、結構鈴木さん多めに払ってくださるんですよ、いつも。いい飲み、いい人ですね。いい飲べですね。あの、なんか、アンケートで、あの、飲み代を調整してくれる仲間を大切にしようっていう言葉がありました。最近増えてきましたけどね。いや、増えてきましたね。よくやってもらえますね。で、ああ言ってもらえると、いや、もうめんどくさいから、一緒でいいよって、こっちも言えるんですよね。ややこしい心情変化ね。そうですよね。はい、これ、あの、岡部さん、ちなみに、あの、はいはい、もともと今日の企画ね、あの、うん、リアルな078神戸っていうイベントで、下校バーっていう企画をやっていたい。で、それがなくなって、なんか下校に関することをやりましょうかって、僕とつながって、今日に至ったじゃないですか。そうなんですよ、はい。下校バーの企画はどんなんですか？はい、もともと私、ファンテストっていう団体でですね、真面目に遊ぶ大人をたくさん作るっていう団体やってるんですけど、そちらの団体の方で今回、078の場を使って、三宮の商店街の方々とこう、まあ、共同してですね、下校バーっていうのを作ろうっていうふうに言ってました。で、そこでは、まあ、ソフトドリンクと、まあ、料理のマリアージュを楽しめるであったりとか、子供がバーテンをやるというようなことをやってみたりとかですね、いろんな飲める人も飲めない人もこう一緒に楽しめるような場が作れないかなっていうのを、まあ、実験しようとしてました。なるほど。ちょっとね、真面目な話になると、この飲める飲めないの話って結局突き詰めればダイバーシティの話だろうなと思っていて、はい、ちょっとかっこよく言うとね、こういわゆるお互いの違いを理解して認め合うっていうことだと思うんですよ。で、ね、ダイバーシティって聞くと外国人と日本人の差とか LGBT とか思っちゃいがちですけど、もっと身近にこういう違いってものがあって、それをまあ理解して認め合うっていうのが大事なんだよっていうことが、こういうのを通じて伝えられたらいいなみたいな思いは実はあったりするんですよ。うん、はい、ちょっと真面目なこと言いましたけど、はい。いや、いいですね。で、あ、これ、ね、078、9月に、ね、延期になったので、9月の方ではですね、今日いただいた意見も参考にしながら、下校バーぜひね、やりたいと思ってますので、ぜひ、立ち寄りください。なるほど。あ、そうだ、アンケートでね、1個、サイゼリアのモクテルは完璧、最高っていう。こんなんあるんや。ありますか？モクテルっていうのが、モックが何々をも、あと、モする、模倣するって意味で、で、カクテル。だから言うたらドリンクバーの混ぜっこなんですよ。でそれをモクテルっていう言葉でサイゼリアがプッシュしてると。へえ。下校バーいいっすよね、それ。うん、ね、モクテルの、ね、話もね、バーテンの方からね、アドバイスたくさんいただいて、うん、でやりますよって全然言ってくださってるんで、まあ、ただね、若干やっぱ甘いのが多かったですね。なるほど。なので、料理に合わせようと思ったら、ちょっと甘くない飲み物で、こう、料理とうまく合わせれるものっていうと何かなみたいなのを、まあ、いろいろ試行錯誤しないといけないっていうところはありました。なるほど。はい。じゃあ、ちょっと、そろそろ時間なんですが、あ、今までのトークテーマで、ちょっと、これ言うとかな、気すまへんっていうゲストなんかないですか？何やろう、あ、しょうもない話していいですか、最後に。大丈夫です。どうぞ。Tinder ってあるじゃないですか。はい。Tinder に、まあ、出会い系のアプリ。で多分今めっちゃみんなやってると思うんですけど、はい、出会いが少ないんで、その時にプロフィールに飲めないっていうことを書いておかないと大変なことになります。これはすごい、男性も女性もすごい大事です。飲めない飲まないっていうのをちゃんとアピールしておかないと。どんなことになるんですか、大変なこと。いや、その後の展開がもうないんですよ。飲めない男と飲める人が会ってしまって、相手は飲みたい、こっちは飲みたくないってなると、
結構ギクシャクするんで、あ、なるほど、それはもう必ず買い取った方がいいですね。なるほど。はい、あれ、なんで飲めない相手と一対一だと飲んでくれないんでしょうね。僕はすごい なんででしょうね。ねえ、別にこっちはいいですけどね。そうそうそう。全然飲んでくれていいのに、なんか、いや、ちょっとなんか飲まれへんわとか言うじゃないですか。うん、あれ、もうちょっとやめてほしいですね。うん、いいですね。そのうち Facebook でもう出てくるんちゃいますステータス。そうですね。あるかもしれないですね。飲めないっていう。面白いですね。はい。じゃあ、そろそろ最後のテーマ、いきましょうかね。はい、いきましょう。はい、最後のテーマ、スライドの方お願いします。最後はですね、新社会人、新大学生に向けたメッセージというアンケートをいただきました。山さん、これね、もう涙が止まらなかったです、僕は。もうこれね、ここにちょっと一部しか紹介できないんですけど、まあ、大量のメッセージ、150件近くあって、で、僕が、ね、何感動したかっていうと、すごく大半の人が、一緒にこれから頑張っていこうという言葉を書いてくれたんですね。こう一緒にというこの言葉、これがね、下校の団結をね、やっぱ促してて、我々は一人じゃないんだよというこのメッセージ、やっぱり全国に伝えたいですね。ああ、いいこと言いましたね。そう、ま、でも実際確かにね、こう飲めなくても大丈夫だよとか、ね、そういうのは無視していいよっていうね、こう後押しもあれば、飲まなくても一緒の時間を楽しみたいって思いはちゃんと伝えようねとか、そういうね、こう、なんて言うんでしょう、うまくやっていくやり方みたいなのも伝えてくれてたりして、ね、すごいこう涙が止まらない感じのメッセージでしたけどね。いや、熱かったですわ。じゃあちょっと岡さん、そろそろなんで、そうですね、ゲストに最後このメッセージでもらいましょうか。そうですね、こう、まあ、新社会人、新大学生に限らずですね、まあ、飲めない人あるいは飲める人でも大丈夫です。メッセージを皆さんからそれぞれいただきたいと思っております。じゃあ、前田さんお願いしていいですか。はい。で、今回のアンケート、すごい興味深かったのは、40% ですかね。飲まない、飲めない人たちがいるっていうことは、もうちょいで過半数なんで、もうそろそろ我々が政権を取る時代がもう間もなくですよね。与党にもうギリギリ迫ってるわけなんで、時間の問題ということで、令和はぜひ我々下校の人たちがね、外を、夜の繁華街を歩けるような社会になるといいなと思います。もっと、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、ニコライ、若い下戸たちへメッセージを。はい、まあ、私にとって、まあ、私、ニュータイプなので、まあ、ニュータイプ下戸なので、自分の体のために、まあ、自分で考えて、どこまで、飲める方がいいと思う、うん。まあ、例えば、自分のコントロールのために、そういうことです。うん、そうね、自分のコントロールっていう、すごく大事なキーワードを言ってくれましたね。うん、はい、そうです。ありがとうございます。じゃあ、はい、足立さんお願いしていいですか。はい。そうですね。僕もまあ飲めないっていう部分で、飲み会がちょっとこう、行きにくいっていう時期もありましたけど、やっぱりこう、飲めない人も増えてきたので、ただ僕、飲み会って、こう、勉強会とは違って、こう楽しむためにみんなが集まってる会なんで、やっぱりみんなが楽しんでる会なので、やっぱそこにこう顔出したり、コミュニケーションだったり、新しいつながり作る場としては僕、最適だと思うんで、まあ、飲める飲めないを気にしていかないんじゃなくて、まあ、楽しいところに混ざりに行くというか、そういう部分で、まあ、飲み会もどんどん楽しみに行ったらいいかなと思ってますんで、まあ、毛嫌いせずにいろんな場に行くことは大事かなと思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあ川人さんお願いしていいですか。はい、まあ、いい時代になってきたなと、飲めないって言っても認めてもらえる時代になってきたので、すごい皆さんは生きやすいんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱりこう飲み会って辛いばっかりでもなくて、なんかそこで出会いがあったりとか新しいことが始まったりするので、お酒が飲めないんだったらなんかこう本を読んで教養を身につけたりだとか、まあ、旅に行って話のネタをこうちゃんとストックをしておくとか、なんか新しいこうコミュニケーションツールというか、自分ならではのものをなんか持ってもらえると、楽しくこう社会人生活を送ってもらえるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。素晴らしいメッセージ。素晴らしいメッセージ。じゃあ、飲める側も今日の踏まえた上で、ちょっと一言いただきましょうか。敏郎さん。
あのさ、これ、池島さんには全然共感が得られなかったんですけど、なんか、フェミニズムの話に非常に近いなと思っていて、その時前って、フェミニストが、こう、あの、男性をすごい糾弾するみたいな構図ってあったじゃないですか。男が悪いからこういう社会だ、みたいな。はい、そうじゃなくって、今、これ、多かれ少なかれマイノリティの問題だと思うので、下戸っていう人たちが、いかに、こう、飲む人に打ち勝つかみたいな、ことになると、やっぱり我々は悲しい。今日のテーマみたいな世界平和なんで、どう飲めない人と飲む人が共存できるかで、飲む人も二日酔いの日はやっぱり飲めない日なんで、こう、ああいう下戸の日がありますよねっていう、だからそこが分かり合えたらもうちょっと素敵なんかなっていうことを思ったんですけど、なるほど。反応してくれませんでした、この話。いや、辻さん、今の話めちゃくちゃ納得できたんですけど、前の打ち合わせの時はもっと飲んでて何言ってか分かんなかったんで、今の話はめっちゃ納得いきました。ちょっと、ルミさんの前に僕も一言いいですか。途中の話はめちゃくちゃそうだなと思ってて、今回こういう企画をしておきながら、僕はもう月光サミットって言ってる時点で、何らかの線は引いてしまっているので、これはゆくゆくの世界では良くないなと思ってるんですよ。でもうなんか極論ですよ。極論オリンピックとパラリンピックって同じ大会になるべきやと僕は思ってるんですよ。で僕なんでこう下戸の中でもグラデーションがあるし、飲める人の中でもグラデーションがあるし、やっぱそこがこう線じゃなくてこうグラデーションがあって、どの階層の人もみんなハッピーに生きれるっていう社会になってほしいと思うというのと、もう一点僕はやっぱりこう酒屋の息子として生まれて、この31年間こう親父にお酒を売ってたくさんの人をハッピーにして得たお金でここまで育ててもらったっていうのがあるので、こうAKB のあっちゃんじゃないですけど、飲み会が嫌いになってでもまあしゃあないですけど、お酒のことはちょっと嫌いにならないほしいなと、この若い人たちには、伝えておきたいなというふうに思っております。今日はありがとうございました。で最後りょうじさんお願いいたします。はい、今日のねこのサミットを通じてですね、まあ、今日はちょっとまああえて下戸という言葉を出して下戸にフォーカスして話を聞いていただきました。これはまあ下戸の理解をしてもらうというところフォーカスしたんですけれども、我々の方もね、こう飲める側の人の思いであるとか、意見みたいなのを理解する。で、まあ、当然ね、飲めない人の中にも、飲める人の中にも、それぞれ違うバリエーションがあるっていうのは、今日もよく分かったと思うので、それぞれの、こう、なんていうんですかね、グラデーションを見ながら、こう、どういうコミュニケーションを取っていけばいいのかみたいなことがですね、通じたらなと、できたらなというふうに思ってます。で、先ほどちょっとお話もありましたけど、まあ、9月の078本体でね、まあ、あえて下戸バーという名前を挙げて、下戸という言葉がちょっとキャッチーなもんで使わせてもらってますけども、まあ、やりたいのは、その下戸と飲める人、両方楽しめるようなバーっていうのをね、これからいろいろ実験していきたいなと思ってますので、引き続き078の、フォローの方よろしくお願いいたします。あ、それからもう一つ、今日のアンケート結果ですね、非常に面白かったので、これ、できれば皆さんにシェアしたいなと思っております。これも078のウェブサイトかちょっとどこかに、上げておきたいと思いますので、また皆さんそちらを見ていただいてですね、いろんなことを考えていただけたらいいなと思っております。ルイさん、まとめるのちょっとかかりますよね、時間は。なんかイラストにしたりしたいですよね。あ、そうね、下戸図鑑っていうのを作りたいなって話をしてて。下戸のイラストを、こう、ちょっとその生態みたいなのをこう書いたら面白いかなっていうふうに。いいですね。生き物図鑑とかでこう、なんかこの生き物は何を食べるとか、何時ぐらい元気とか、そういうのをこういっぱい書きたいですよね。タイプあると思うしね、のんべえの方にもあるんだろうなと思うんでね。そう、絶対そうだと思います。面白いなと思いますんで。はい。2回目はのんべえに絞ったサミットでも面白いかもしれないですね。やりたいですね。いいですね。はい。楽しかった。いや、楽しかった。では、これぐらいで時間がちょうど12時40分になりましたので、第1回下戸サミット、はい、これにて終了とさせていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。下戸バーで会いましょう。下戸バーで会いましょう。